はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員靴田亮司でございます。旧竹府市民のバイオリン様、物品支援お手紙ありがとうございました。お手紙や物品などの送り先は動画説明欄もっと見るをクリックして、ご覧になってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。対馬陽子様、ペリ住まい様、ペリ妻様、ご支援ありがとうございました。対馬陽子さんもペリ住まいご夫妻も何度も何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。5月4日 NHK スクランブルでもよろしくお願いいたします。東京地区支部長募集中であります。よろしくお願いいたします。とある女性の一人暮らし宅にですね、20回もしつこく来るっていう異常な NHK 集金人のご相談を受けました。テレビないんで、その女性のうちには。ないの確認しろって集金人に言ってもですね、それはできませんっつって言ってまた来んだって。朝は7時半、夜は10時に来たこともあったと。なんかね、そんなに通うと受信契約以外の目的あるんじゃないか、思える事案ですね。で、テレビないの、確認しないって、また来る口実にしてんのかな。なんかその女性の身に危険を感じますね、私なんかはね。集金人が来なくなる名刺をお送りしておきました。聞くといいんですけれども、そういう異常者はね。いや、こんなひどい集金人のお話は久しぶりに相談、受けました。驚きました。完全な異常者ですよね。異常すぎる。で、一人じゃなくて、たまに二人で来たりもするんだって。異常だわ。こいつが異常なんじゃなくて、そこの下請け会社が異常なのかもしんねえな。小池晃のですね、隠れてる部分を可視化いたしました。命守る政治を今こそなんて、スローガン書いてありますけど、侵略者の命守る政治を今こそ。日本人は死ね。というのが、隠れておりますね。あと敗北主義っていうのと、防衛妨害っていうのも隠れてますよね。ちゃんと可視化しといてやったんで、これろうそくの火で炙ると浮き出てきます。ちゃんと丁寧に注釈つけといてったから、感謝しろ。俺に。という感じですかね。岸田総理、テレビ番組出演。できるだけ可能な原子力発電所は、動かしていきたいと発言しました。ネットの話、3万3000円だった電気代、今年5万になった。上がってんですね。3ヶ月遅れで上がるっていう話なんですけどね。その石炭やらガスやらの値上がりが、反映されるのが3ヶ月後。現実見たらそれしか買いがないんだよな。まだまだ原発に頼るしかない。電気高騰の反発があるし、これこのまま電気代上がってったらですね、参院選負けますからね、岸田政権ね。原発も石炭火力もやるべきと。電気代すげえ上がっちゃって、反発の方が怖い。どうせ反原発言ってる奴らは自民党には投票しねえ、もう凝り固まった奴らでしょうからね。その部分は切り捨てていいかんな。切り捨てるべき。猛暑になってからじゃ遅い。今すぐ稼働しろ。休ましてても維持費かかるわけだから、運転しないと。電気代気にして亡くなる高齢者が出そうだし、これありそうですね。エアコンつけると、冷房を効かすと電気代大変だなんつって、つけねえで我慢して、まあ我慢ちゅうかね、高齢者は老化によって体感センサーが衰えて、暑くても暑いって分かんねえらしいんですよ。それで暑いとこに暑いとも思わずに何時間もいて熱中症になっちゃう、こういう方多いんですね。実は、私の父方のおばさん、父の弟さんのお嫁さんですか、それで亡くなっちゃいました。真夏にね、縁側で倒れてました。日向ぼっこしちゃったのかなっていう。原発反対するやつだけ電気代100倍にしよう。
試験ですけど、今の枠組みの中でどこまで原子力の再稼働できるのか追求していかなければならないとかも言ってたらしいです。追求すっからじゃないとこがなんかあの万事人ごとの公家だわな。まるでね、状況的に仕方なしくやってる責任転嫁で、いまいちこういう言い回し私好きじゃないですけど、追求してきます。それでいいじゃねえかよって話なんです。経団連とか電気電力自動車労連あたりに言われたんでしょうかね。あとは電気代高騰しちゃうよ、票なくすよ、参院選で曲げちゃうよ、脅されたんでしょうか。原発稼働派の民民玉木の影が薄くなる効果もあって、まあこう言ったのかな。原発一基で LNG 年間100万トン分安全には変えられないとも言ったらしいんで、まあ再稼働は規定路線かな、もう決まってんのかな。全部再稼働してもガスや原油が高騰してますんで、震災前の標準水準にはまあ戻んないでしょうね。電気代、再エネ推進費なんてやっけーなものも上乗せされてるしね。何のためにそんなもんに金払わにくしなんねんだ。ソーラーパネルなんか私は大反対ですからね。ウイグル人が鎖に繋がれて殴られながら作ってるポリシリコン使ってるソーラーパネルと、そんなもんね、侵略容認してるってことなんじゃん、ソーラーパネル使うとさ。それで発電した電気使ってる連中もそうですよ。原発反対派の電気代を100倍にするのは賛成であります。まあ私は原発には反対ですって、玄関にシール貼っとけ、そういうやつはって感じですね。反対派世帯の電気止めるのもありだな。100倍嫌だって言うんだったら、猛暑の昼間にやるとなおいいっすね。デトックスジャパンに効果的ですね。帝国からジャパンから毒を排除するっていうのに効果的、デトックスジャパンね。10年以上止めてるんで、研究者や開発者オペレーターが減り続けてんのが心配ですね。定年退職とかでもうだいぶ減っちゃったんじゃないかな。技術やスキルが断絶する前に動かさないと取り返しがつかないことになりますよこれ。早く動かせって。ウランは海水から無限に抽出しろ。多少コストが高くても、つってもね、輸入品よりももう少ししたら安くできるかもしんねえっていうところまで技術が進歩しましたんで、これはありですね。敵国ロシアからもウラン輸入してますから、オーストラリアなど、所詮外国の資源輸入に頼んな、エネルギーは発電は電力は、ABCD 包囲網を二度と繰り返させない。全部の電気を海水からのウランで賄えればそれに越したことないですね。安全保障上も非常に強いと思います。韓国次期大統領の外交団来日中、なんか明日までいいんだって。今は何の権限も持たない連中なんで社交団って言ったとこかな。ズーズーしくも復活水素輸入ホワイト国復帰を要求したそうであります。ネットの反応です。内中にもう説明会をしたでしょ。真面目に書類書けば書いてるだろ。規制なんかしてない。優遇解除されたら規制されたとか頭おかしい、調子に乗ってんじゃねえぞ。国産に成功したんじゃなかったのかよ。してないっすね、嘘ですね。規制なんかしてないよって、解除もクソもない。いつになったら理解するのか。これね、日本の新聞 NHK はじめテレビも輸出規制とか堂々と言ってますけど、嘘です、全くの嘘です。優遇やめて普通の国扱いにしただけで規制はしてません。試験ですけど、まあ解除しようがないんだな。また優遇国に戻せってそんなことできないんだな。まあ脳みその構造が違いんで、
これいつまで経っても理解しないでしょうけどね、連中は。左翼を解き伏せるのが不可能なのと同様ですね。完全論破してもですね、短時間フリーズするだけで再起動せんでもいいのに、再起動してまた同じことをわめき始めんのも左翼と一緒であります。話し合いも やめてですね、望み通り規制してやりゃいいんだよね。いっそ金融輸出禁止とか一切禁止とか、望み通り規制してやりゃいいんだよ。規制してねえんだからさ。だいたいね、竹島盗んでる敵国がおめおめ外交団なんて送ってくんじゃねえ、ずずし、岸田総理も面会すんじゃねえ、バカかってね。26日岸田総理記者会見、国と国との約束を守ることが国家間の関係の基本だ。これ韓国の外交団に向けて言ったんですね。ネットの話、人間関係でもそれが基本だよね。言ってもわからんだろ。でっかい釘刺しとるな。小学生に教育してるみたいだな。そんな一番無理なことを言ったの。約束守る。無理だった、あいつらには。国はロシアより、友達少ないから誰も助けてくれないよな。試験ですけど、約束守れの一言で今回も一周という感じでしょうか。これは外務省が作った日本政府公式の方針なんで、誰が総理になっても変わんないと予想します。論外野党に政権交代されたら怪しいんですけど、まあ今んとこそんな可能性は億分の1ぐらいしかないですね。まあ世の中には絶対はないんですけど、まあ今んとこ億分の1だわな。2015年日韓合意、岸田は外務大臣で当事者でした。忘れもしない12月28日、突然発表になった。慰安婦の世話する財団の原資として10億円を人道支援したが、その財団をですね、文在寅らが解体いたしました。もうこれは約束を守らないどこの騒ぎじゃないと。約束守ること不可能なんですよ。その財団のためにっつって、合意して10億円支出したんだからね。まあ不可能なんです。約束守れてたって今更不可能。また慰安婦を世話する団体作るとこから始めないとね。まあいつまでも約束守れっつって、言ってられますね。それにしても約束守れの一言で撃退される嘘つきどもっていうことですよ。それが韓国政府と。でもそれがどれほどね恥ずかしいことだかわかんないんだよ、あいつらは。約束守れて旬となるっていうことがどんだけ恥ずかしいことかわかんないですよ。なんせ脳みその構造が違いますんでね。言語使ってる言語も違うしね。平和ボケ改善、左翼の終焉か。日経新聞調査、防衛費倍増、例の 2%、 防衛費 2% GDP のね、約11兆円、賛成 55%、 反対 33% という結果が出ました。ネットの反応です。反対が 33% もいる、衝撃。ウクライナ見てもなお反対している基地外が 33% も。中国大好き日経でこの数字か。これで国内防衛産業を維持できる、軍事研究を妨害する学術会議を潰さないと。賛成です。学術会議潰すべき。その前に救助破棄が必要。核兵器なら安上がりですよ。核兵器が安くて強くて言うことなしと。試験ですね。賛成 55%。多いんだか少ないんだか。過半数超えてるんで、とりあえず外観誘致主義者の左翼どもは顔面ブルージャポンですよね。これ救助、会見、国民投票。これも55% ぐらいで勝てっかもしんねえね。国民投票。まあストレスで風邪ひけ、左翼はよ。反対 33%。これは多いなーって感じます。ウクライナの惨状を見ても、侵略された側が
国土をどんな風に荒らされるのか見ても目が覚めないっていうやつが3分の1も、テレビの洗脳は強固やな。まあね、世の中の人間の半分は平均点以下の連中ですんでね、わかんないんだな。北朝鮮の経済規模はどのぐらいかっちゅうと、板橋区ぐらいっす。 GDP ね、そんなとこでも核武装すればでかい顔できんですよ。侵略リスクもぐっと低くなるんですよ。核武装こそ安くて強くて侵略抑止に効果的だ。自民党はですね、防衛費増やす議論もいいけど、こういう議論からも逃げてはいけないな。一番大事なのは侵略に打ち勝つことでなくて攻められないってことでしょ。初めから侵略する気をなくさせるのが一番有効かつ被害が少ない、面倒くさくない。現在防衛費は 5.4 兆円、これを経済規模の 2% 程度にするっていうのは、まあ世界標準になるってことなんですけど、11兆円程度にしよう、5年間でって言ってますね。自民党は防衛費増やしてますね。9条破棄戦と NATO には入れてもらえないな、これな。9条をなくさんとな。9条を押し付けたアメリカが責任持ってね、我が国の国内の護憲派を物理排除して回ってくんにいいかな、責任取ってさ。なんかあの人見ないけど、あ、なんかいなくなったみてえ、どっかの、音沙汰ないね、いうぐらい。2% って数字が下げ走ってますけど、経済規模、GDP を増やす議論も重要っすね。GDP が倍になればさ、軍事費も倍になんだからさ、経済規模を増大させる、靴沢案であります。消費税減税で内需を活性化させる、原発全稼働で電気量を格安にする、原発増やしてもいい。それとも一機一機をもっと発電量にがでかいものに取り替えてもいい。精密機器のコア部品輸出を禁止する。で、完成品を帝国が独占生産する。これでサムスンとかヒュンダイとかファーウェイが死ぬと。つまりライバルに部品売ってやんねえ、作れなくしてやる、いうことですか。実習制度や留学生優遇をやめることで労働力の輸入をやめる、労働力売り手市場にする、賃金上昇とバカ学校を潰して補助金を節約する、年金と保険税を薄くする。で、民間企業の年金やら健康保険事業を拡大させる、これは内需拡大、実質税負担率低減になりますね。民間にやらせんのよ、年金と健康保険。したら民間は競争しますから、競争しますから、政府が一個だけでやってるとこは競争がないから、言うがままに健康保険税とか上がっちゃうし、年金額とか上がっちゃうし、そうじゃなくて民間企業にやらして競争させてより良いサービスを展開させると、外国人生活保護や男女共同参画費用やら環境税など帝国の利益に全くならないものを全部カットするんで、税金減らす、とりあえずこれ全部やれば10年で2倍ぐらいにはなるんじゃないか、私の案を採用してもらえればと思っておりますけれども、皆さんいかがでしょうか。とりあえず NHK はぶっ潰した方がいいわな。5月4日のスクランブルでもよろしくお願いします。デトックスジャパン。